コイチャコガネアドリタステニーマキアレイトスウォーターハウスは、コガネムシ科の昆虫の一つ。小型のコガネムシで、体表に甲を吹いたような茶色をしている。紅葉樹と芝生の害虫として知られている。外形は長大円型とやや細長い形の小型のコガネムシ。体長は8.5から10.5ミ、mm、リメートル。体幅は4.7から6.0ミ、mm、リメートル。 人色は脳褐色で、体表には全体に、気褐色の臨場の毛を密生しており、見かけでは茶色に見える。頭部は大きく、頭立ては半円形で、円は脳褐色で上に反り返り、横じわがあり、輪毛は後ろに向かって並んでいる。頭部の中央は盛り上がる。腹眼は、かなり大きくて黒い。触角は小さくて、高褐色。死ゆともに0節からなり、 前方に偏上部を持つ節は三節。前凶聖太は、幅が長さの二倍強で、両側の円はこうを描き、前の端では鋭く尖り、後ろの端は、尖りは鈍い。また前の円、後ろの円ともに中央がやや膨らむ。背面には、浅い素大な天国がやや密にあり、輪毛は中央に向けて生えており、中央には小さな白い斑紋のように集まる。 こだて板はほぼ三角形。前肢は長さが前胸聖板の約2倍あり、真ん中付近で盛り上がり、また中央付近で一番幅が広い。外の円に沿った外円隆起は曲がったあたりに達し、また背面には左右それぞれに3本の隆起がある。またこの線上のところどころに白斑を生じる。死骸の差として腹部末端の微節板がオスでは中央が高まり、 後方に突出するのに対して、メスでは突出しない。幼虫は老熟して、体長2 0ト、mm、ル程度になり、円筒形の体を覆面に曲げたシーの事情をしている。本種は、かつては、茶色小金の名を用いた。石井保科編では、茶色小金のみしか挙げられていないが、二重日出保科では、茶色小金は、別名、コイチャ小金と呼ばれから始めている。 しかし中根他では逆に、コイチャコガネを標準とし、別名に、茶色イロコガネを取り上げている。上野多変著では、コイチャコガネの名自身が上がっていない。ちなみに現在、茶色イロコガネを、標準和名とする種はないようだが、茶色イロコガネ族の名は、セリケーニアに与えられている。これも、褐色の小型のコガネ虫で、日本には10種ほどが知られる。ただしこの族は赤をことにし、 ビロード小金赤に含まれる。九州以北の日本各地に分布し、国外では朝鮮半島、中国、台湾に分布する。各地にごく普通に見られ、明かりに集まることもあるので、プールで溺れかけている個体がよく見つかるという。発生は年1回であるが、成虫の出現期間はとても長く、春先から初夏には越冬した生態が見られ、 夏の終わりから秋にかけてはその年に発生した新生体が見られる。越冬体は、成虫で5から6月日常に姿を見せると餌の植物を接触し、交尾の後に、メス成虫は土に浅く潜って40個程度の卵を産みつける。卵の期間は8から18日で、生まれた幼虫は生きた植物の根や不植物を餌として成長し、 37から46日間で3例を経過して老熟幼虫となる。老熟した幼虫は地下10センチメートルほどのところでさなぎとなり、10から19日後に羽化する。新生虫は8月上旬マイナス10月上旬に出現し、餌を食べ始め、その後に土中に潜り込んで越冬する。生虫は昼間に紅葉樹の葉を食い、またその場で交尾も行われる。 夕方から夜には、芝草地に飛来して地下に潜り、翌朝に、再び地上に出て、餌を食べる。葉を食べる際には、葉裏から穴を開けて食べ始め、葉脈だけを残す。本種の属する小イチャコガネ属には、上の田扁腸は、日本産のものとして、以下のようなものが上がっている。いずれも、南西諸島に分布するものである。成虫はコナラ、クヌギ、栗、ケヤキ。 桜などの葉を食い、生息密度が高い場合には、葉脈だけを残して食べ尽くしてしまうことがある。リンゴでは寒冷地では、被害が少なく、温暖な地域では、過去にかなり発生したという。幼虫は土壌中で植物の根を食う。芝生では、生息密度が高く、重要な害虫とされる。ゴルフ場の場合、幼虫の食害によって、 芝草が枯死するという直接的な被害の他に、成虫が土に潜り、あるいは成虫が脱出するなどによって表面に土壌が積み上がることなどがあると、プレイに支障をきたすというような営業上の被害も重視される。ただし本種は古くはさほど被害を与えなかったようである。石井他には、各種樹木の葉を植害するとの記述の後に、大概はないとあえて書かれている。日ででは本種を、 家樹、林木の害虫として古くから知られているものの一つであるとしながらゴルフ場に飛来し芝生の害虫となったのは近年のこととしている。この研究は静岡のゴルフ場で行われたが、それによると本種が設置されていた夕方に飛来するようになったのは1977年からで、この頃に芝生が本種によって荒らされる被害が出るようになった。 同期に、岐阜県のゴルフ場でも被害が出始めたという。以下、主として、石井岡編、P1315、星中根ほか、P131、梅谷、岡田編、P969、中根ほか、P387 から393、梅谷、岡田編、P969、円じ P136、梅谷、岡田編、P969、 梅谷、岡田編、P969。梅谷、岡田編、P329。梅谷、岡田編、P969。梅谷、岡田編、P483. 梅谷、岡田編、P969。石井他編、P1315。ありがとうございます。